注意して。有機食品は病を引き起こす原因となります。食べるものは決して食べないでください。ゲームみたい。ああ、何を探してるの？うちは幅広く扱ってるけど、迷った時はミリテクにしとけば間違いないよ。嫌な感じだ。やめてやめて、ごめんなさい。お前に警告している。あのさ、考えてみたんだ。みんな幾何学模様を着てるでしょ。アクセサリー、センサーが異常を検出。
Chateau Piquet. The only way to celebrate a competitor's undefeated demise. ちょっとその辺までクルーズでもしようかと思ってな。どうだ？ええ、面白そうね。付き合うよ。そう来なくちゃな。じゃあ出発だ。どれを押せばいいんだっけな。ああ、まあいいか。さて、シームライ、出航！オリジナル？聞き覚えがないけど。そりゃ新曲だからな。ここんとここのリフが頭から離れなくて、こいつには可能性を感じてるんだね。何か用があるんでしょ。言ったろ、性の円環ってやつ。答えになってないんだけど。ほら、ループ、循環さ。一つの章が終わればまた次が始まる。生きるとはそういうことだ。まあ、俺の同志の受け売りだけどな。詳しく聞かせてよ。そうだな、これまでいろんな曲を書いてきたが、一番最初の曲は海の上で書いたんだ。で、今日また新しい曲が生まれる予感がする。円環ってのはそういうことだ。私に作曲を手伝えと？そう嫌そうに言うなよ。アスクラックスの件についてずっと考えてるが、あの時はお前がいて助かったよ。お前は現状を揺り動かす。お前と会うまで俺は行き詰まってた。ね、今は？今はこうやって新曲に取り組んでる。アルバムだって作れそうだ。新たな魂を吹き込まれた、生まれ変わった気分だ。いわゆる悟りってやつを得たのさ。単に成長しただけじゃないの？とにかく乱痴気騒ぎや裏切り裏切られのドラマとはおさらばするのさ。まあ明日かな。さて、一丁自由の風を吹かせてやろうじゃねえか。B、ボケっと突っ立ってないで、お前も手伝えよ。
カオスと破壊？最高じゃない。派手にやれよ。自分の船をめちゃくちゃにして後悔しないの？自分の船だ。俺が自分の船をシームライなんて名付けると思ったか？じゃあ誰のなの？鉛頭のゴミクズ野郎、エルビー・コバチェクさ。コバチェクって、あのコバチェク？ただ息を止めてた方がいいぞ。鼻が曲がりそうだ。まさに金をドブに捨てる行為ね。この海は下水同然だから。金のことをネチネチ言うな。大体お前には関係ないだろう。自分の金が消えるわけじゃない。しかし爆発しないな。もっと燃料を積んどくか、闇で C6 でも仕入れとくべきだったか。クソ。行かれてる。お前も楽しんでただろう。結局最後まで付き合ってくれた。強制的にね。まあなんやかんやでお前がいなきゃできなかった。本気で帰ろうと思えばいつでも帰れたはずだ。ありがとな、ミー。最高の夜だ。侍の駆け出しの頃を思います。穴はあるが、むき出しのエネルギーに満ちてたな。この展開は予想してなかった。もう行こう。風向きが変わったら悪臭が襲いかかってくるぞ。送っとこうか。ありがとう。気にすんな。
なんだよ。다른운전자를상대로총기를사용하는경우수정헌법제2조의보호를받을수없습니다ジャパンタウンの娯楽といえばパチンコ。インプラントを全てなくすまで楽しもう。지나면 담배는 순수한 자산을 가지고
嬉しいわ。何かあったの？来て、ジェフが説明するから。彼は今討論会に備えてて、でももう終わる頃よ。あと来客の予定は全て延期したから、誰にも邪魔されずに済むわ。邪魔って、はい、私は何しに来たの？これは私の公約の要なんだ。すぐに分かる。ナイトコープのために方針を変えるなど。いや、コビを売っても後で痛い目を見るだけだ。もう切るぞ。必ず修正してくれ。後で話し合おう。 B、 来てくれてよかった。ジェファーソン、座ってくれ。君を呼んだ理由を説明しよう。何者かが家に侵入した。だが普通の泥棒じゃない。普通じゃないって？数日前の深夜、私は物音に気づいて目が覚めたんだ。それでピストルを持って寝室を出た。すると男がいたんだ。銃を抜こうとしてるようだったから、私も引き金を引いた。仕留めたの？わからない。その場で気を失ってしまったんだ。翌朝、奴の痕跡はなかった。奴の正体と目的を突き止めてくれ。警察には知らせたの？いいえ、知らせてない。騒ぎにしたくないから。 NCPD は金の匂いを嗅ぎ分けるしか脳のない連中だ。それに通報したらメディアがイナゴの大群みたいに集まってくるわ。警察はなしね。了解。もちろん SSI には連絡した。うちの警備会社だ。警備会社の連中は何て言ってるの？ここからが少し妙なんだ。侵入された形跡も発砲の形跡もないって。監視カメラには何も残っておらず、外の警備員も異常はなかったと。ジェフが悪い夢でも見たんだろうっていうのよ。うさんくさいね。今日は君が来るから妻が警備に休みを取らせたんだ。侵入者の見た目は？暗かったし、あまり覚えてないんだ。マスクか何かをつけてたと思う。いや、インプラントかもしれない。とにかくよく見えなくて。エリザベスは見てないの？私はぐっすり寝てたから、選挙のことで疲れが溜まってて。侵入者の見た目は？暗かったし、あまり覚えてないんだ。マスクか何かをつけてたと思う。いや、インプラントかもしれない。とにかくよく見えなくて。エリザベスは見てないの？私はぐっすり寝てたから、選挙のことで疲れが溜まってて。B？気を失ったのよね。なあ、発砲してすぐに。その後は？何も。翌朝ベッドで目覚めた。ひどい頭痛がしたが。どうやってベッドに戻ったか分かる？いや、全く。エリザベスも知らないんだ。盗まれたり壊されたりしたものはあるの？
何もなくなっては。壊されたものもないと思う。きっとその前にジェフと鉢合わせしたんだわ。その SSI って警備会社について教えてくれる？警備事業を始めて15年、町中に顧客がいる。確か誰かに勧められたんだ、知り合いに。まさか SSI が関与してるとでも？それか SSI の裏にいる誰かね。思い当たる相手は？ウェルドンホルト。私と同じく市長の座を狙うライバル候補だ。世論調査の数字も下がってるし。正直思い当たる人物はいくらでもいる。ジェフは敵が多いの。有力者もたくさんいるし、名前を挙げていったらキリがない。なるほど。だから君を呼んだんだ、 B。 何が起きてるか調べてほしい。部屋の中を調べさせて。もちろんだ、リズが案内する。私は会議があるんで失礼するが、何か分かったら連絡してくれ。来て、家を案内する。じゃあお願い。ジェフが不審者を見つけた場所から始めましょう。正直言うと時々こういうことに嫌気がさすの。政治に？ナイトコープやバイオテクニカ、荒坂から来るオファーの数々を今のところは何とか断れてるけど。今のところね。もしジェフが誰にも借りを作ることなく当選できたら、それこそが本当の勝利よ。ジェフの書斎よ。司令室と倉庫とガラクタ市でもあるわ。ジェフはここで侵入者を見たの。銃を撃ったのもここ？寝室を出てすぐ。少なくとも彼の記憶では。血痕ね。かろうじて残ってる。この血、二人のってことは？いえ、それはありえないと断言できる。侵入者もじゃない？おそらくね。弾痕を埋めた形跡がある。誰かが後を隠そうとした。一応聞くけど、あんたたちじゃないよね？もちろん違うわ。これは？ 2、3 日前に壊れたの。めったに使わないんだけど。起きるの？他のモニターは？何のこと？何のことって今のよ。見なかったの？何も見てないけど。そう、じゃあいい。隠されたドアは？
キャナーで見えてるのよ。嘘でしょ、ひょっとしてここ？使用済みの薬、ジェフに撃たれた後、侵入者がここに来た。警備会社の最有力の容疑、厄介なテロリストに取り憑かれたせいで最近増えてるのよ。プライバシーの侵害を許せない。ここは私の家なのに。いつからこんなことをやってたんでしょうね。信じられない。でもそれも今日で終わりよ。もう二度とあんな連中をこの家に入れて。頭が。ちょっと大丈夫？私のことはいいから、やるべきことをやって。壁のモニターに繋がってる。見る限り他にも繋がってそうだが。
時代遅れのテックなのにほとんど新品に見える。似たやつを戦争中に見たな。ミリテクが使ってたトランスミッターだ。短距離用の UHF 傍受は不可能だが見通し外通信には対応してない。つまりここから見える範囲に受信者がいるってこと。探してみましょう。ここのセンターの故障も神の命令に見えそうか。新機を見つけた。そこに黒いバンが止まってる。間違いなさそうね。トランスミッターはバンから届く範囲にある。エリザベスにバンのことを聞いてみるか。屋上にトランスミッターがある。外にある番に信号を送ってるみたい。心当たりはある？トランスミッターなんか設置してないし、番も知らない。可能性があるとしたら SSI かしら。それしか考えられないけど、裏に誰がいるかはまだわからない。トランスミッターはどうするの？まだ何も。先に番を調べたい。私はここにいるわ。あとジェフにはまだ何も言わないで。いい？はいはい。
確信に迫る情報を得たら彼にも知らせる。構わないわ。でもこの時間はジェフも忙しいから、何かあったら私に聞いて。分かった、覚えておく。